島村前を向く。お竹本エリア内竹本ワイドにいるスタメン吹の島村うまく松原をかわしました。レフティー縦にそしてゴール生まれましたよね。島村のクロス中振りヘッド。ここは江崎の対応です。抜き切らなかったですけれども今の最初のトラップなんかもちょっと足のあっとこれは繋がった。そして右の島村がフリーになっている。ここは仕掛けどころ島村勝負に行く。島村カットインして左足シュート。熊本は丁寧にボールを回しながら保持しながらここは中で竹本ターンして前を向く間を通して島村エリア内シュート決まりました。ゴール左を打ち抜いた島村。本戦からどちらが抜け出してくるか。石川収めて島村左足、うん、素晴らしいですね。島村をいや島村が奪い返す。島村抜け出した。島村ドリブルクロスが入る。ここがつながります。島村3人に囲まれながらも強い張り出していた島村カットインしていきます。中央竹本平川縦に続けてフリック島村抜け出し中には石川島村の折り返し石川止めて右足そこを使いに行きます。松岡ダイレクト戻して島村平川島村のシュート。すごいですね。そして こちらが島村です。間で受けて平川島村石川島村松岡日本でここに藤田です。まだある島村収めて仕掛けに行く。島村抜いたクロスグラウンダーにシュート放っていった。さあこれが一気に前線の島村へタイミングよく右から出てきました大本。つないでくるというのはシーンが続いてさあ石川から島村ボールが持てる。島村狙うかな藤田に入れて繋いでいきます。島村持ってさあ前向いたワンタッチ。居残りでシュート練習を共にしているんですね。竹田のところ先に触ったのは江崎です。そうですね。こういうセカンドボールを拾えるとチャンスになりますね。島村スルーパスが通るバーです。島村奪う。さあ3対3の同数島村左足セカンドボール島村ボーイパス。そして平川切り返す島村守備のラインっていうのも崩れないので、はい、どう展開していくのか。島村が中にシュートっていった。試合を重ねていくごとにその熊本の対戦相手からは平川を自由にさせちゃいけないんだという声がよく聞かれるようになってきました。さあここは松岡反転してシュート。ここで出せなかったらねちょっと苦しいですね、はい、チャンスってそうあるもんじゃないですからね。島村、はいまあ、この
島村、島村のクロスが入った、ヘディング相原。東京ベルディの方はこう、熊本の、ね、3バック、はい、黒木選手だったり、島村まだ失わない、島村前向き、前局面、伊藤のシュート、サイドも隙を与えないよ、島村倒れます。もう一度熊本作り直します。平川、島村に通る、島村から青のところ、おっとプレスがかかっている、奪った熊本、前を向いて平川シュート、狙いがですけど奪った後ですね。さあ今度はカウンターで熊本、相原が抜け出ました、相原自分でか、なんとか鈴木が戻っています。ただ熊本の二次攻撃、島村縦に突破を図ってクロスを送って決めた熊本、心が披露しているかなと思います。はい、さあそして熊本がもう一度高い位置でボールを奪いました。平川中に折り返して島村です、自分でいったー、島村が決めて2対0熊本。ただ2人がかりでしっかりとプレスに行くのが熊本、今度は熊本のカウンター、島村が持ち運んで相原の裏、相原強い、相原自分で行って狙っている、今の通ればってじゃないですよね。さあ高い位置でボールを奪った島村、